柔道岩田のサポーターの皆さん、はじめまして。サンフレッチェ広島から来ました川辺駿です。ミッドフィルダーです。背番号は40で、まあ、静岡に来たのも初めてだし、住むのも初めてなんで、まあ、全然慣れないことばかりですが、よろしくお願いします。まあ、常にボールに関わっていて、まあ、守備でも攻撃でも、まあ、あと攻撃では、まあ、サンフレッチェの時に、まあ、練習とかそういうイメージの豊富さとかは、まあ、サンフレッチェの練習から取り組んでたものなので、まあ、それを岩田でも出せればいいなと思います。ボランチっていうポジションで、まあ、レギュラーの試合に出て、まあ、常に活躍したいです。縦パスもだし、まあ、守備でも人に強くいけるしっていうところを、 あとまあ、フォワードに当たった時に、まあ、裏に抜け出せるっていうところを評価してもらえてると思うんで、まあ、そういうところはどんどんボランチで出していきたいです。そうですね、みんな相当優しいんで、まあ、もうご飯も何回も連れてってもらったし、まあ、このチームいい人ばっかなんで、まあ、そういう人たちと一緒に、まあ、試合して、まあ、同じ目標になっていきたいです。まあ、まずはこの静岡県になれることと、まあ、このチームでレギュラー張って常に活躍して、まあ、その先に J1 昇格っていう、 J2 優勝っていうことがあると思うので、まあ、本当にこのチームのために走って戦って、まあ、静岡県民の、まあ、岩田のサポーターの皆さんから、まあ、覚えてもらえるように頑張りたいと思います。